はいどうもみなさん、こんにちは。スターディの河野玄人です。今回やっていく問題はこちら。方程式4の x 乗プラス6の x 乗イコール9の x 乗を解け。まあこれね、かなりシンプルな問題に見えて、結構難しいんですよ。手を動かして実際にやってみると、なんかいろいろうまくいかないな。どうしたらいいんだっていうふうに泥沼化するんですね。で、この問題ね、そういった泥沼化した時に、どういうふうに答えにたどり着けるようにするのか。これをね、学べるいい問題なので、しっかりとその考え方身につけていきましょう。 それでは問題。方程式4の x 乗プラス6の x 乗イコール9の x 乗を解け。まあこの問題のね、ポイントは、x が指数部分にあるっていうことだよね。まあ x がね、4x プラス 6x とかだったら 10x なのにな。これ、どう、なんかいじれんもしないよな。4の x 乗プラス6の x 乗、10の x 乗にもできないし、ってね、もう、なりますよね。まあなるんですよ。じゃあそういった時に、どういうふうに考えていけばいいのか。まずはね、 この問題がどういう問題なのかっていうことをある程度抑える。まあ、この問題簡単に言うと指数方程式でしょ。まあ、そうですよね。X 乗っていうものを含んでいるから。じゃあこういう指数方程式はどういうふうに解くんだっけっていう抽象論を頭の中でイメージしてあげる。そうすると、まず一つに A の X 乗イコール A の Y 乗を作ると。そうすると、ま、X イコール Y になるかね。 これを作ってあげるっていう方法。あと、もう一つが、塊を置くと。まあ、例えば、t イコール a の x 上と置くと。この二つの考え方が大きく分けてあったんだよという話をしっかりと理解しておきましょう。まあ、こんな感じで、抽象論を押さえておくと、まず、じゃあこの考え方を使ってできないかな、うん、次にこの考え方を使ってできないかなっていうふうに、ある程度、筋道だって、しっかりとね、考えることができるわけね。思考があっち行ったり、こっち行ったりっていうのを防いで、 とりあえずこの方針で考えていこうと。これに専念できるわけだから、より答えに近づきやすくなるのね。まあ今回でいうと、A の X 乗イコール A の Y 乗みたいな形は、ちょっと難しいよね。4の X 乗、6の X 乗。うん、ちょっと難しそうだなっていうふうに分かるわけだから、じゃあ今度塊を置く。これに専念するわけ。何かを塊として置けないかなっていうふうに考えていく。そうすると気づくことは、4の2分の3倍が6。6の2分の3倍が9だ。 まずこれに気づくわけね。これに気づいた後、なんか塊で置けるようにできないかなっていう風に、まあ、絞り出した結果がこうなると。4の x 乗を割ってあげる。そうすると、1プラス2分の3の x 乗イコール4分の9の x 乗という風になる。ここまで来たらもう大丈夫ですよね。2分の3の x 乗を t という風に置いてあげる。で、文字で置いたら必ず忘れちゃいけないのが t の定義域。定義域は t が正と。 ま、あ2分の3の x 乗は常に正だから t も正になると。そうすると1、1たす t イコール t2 乗という風になるので t2 乗マイナス t マイナス1イコール 0t イコール、解の公式使うと2分の1プラスマイナスルート5なわけだけど t 正より t イコール2分の1プラスルート5という風になる。で、これが答えではなくて t っていうのはもともと2分の3の x 乗だったわけだからこれが2分の1プラスルート5すなわち x イコールログの2分の3 の2分の1プラスルート5という風になるわけです。よろしいですかねまあこの問題ね、これに気づいちゃえば、まあ瞬殺ですよね。そこから先は簡単。ただこれに気づくのが難しいわけですよ。で、これにどうやって気づくかっていうのが、こういう風にある程度、抽象論の解き方っていうものをしっかりと押さえていくってことが大事。指数方程式だな、この問題は。 定式ってああいう考え方あったなっていうのが何個かリストアップできればまあ、全部リストアップできる人はないわけね全ての問題に対してただある程度リストアップできればそれに専念して、うん、この解法は違うかこの解法は違うかっていう風に選別することができるそうすることによってぐっと近づくわけですね こういった解放パターンは徹底基礎講座でも学べるんですけど、YouTube の方でもたくさん動画アップしていこうと思っているので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画を撮ってほしいよっていうものをコメント欄に残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。